今日は、売上を上げたければマインドシェアを取ると、まあ、いうテーマで話をしていこうというふうに思うんですけども、まあ、このマインドシェアっていうのはですね、このビジネスで売上を上げるときにはですね、めちゃめちゃ実は重要なですね、マーケティングの観点の話になります。で、マインドシェアっていうのを、まあ、具体的に言語化するとすればですね、まあ、1日の中で、皆さん、あなたの見込みのお客さんが、あなたのことをどれだけ長い時間考えてくれてるのかっていう話です、観点で言うと。まあ、その時間の占有率ですね。で、このマインドシェアっていうのがなぜ重要なのかというとですね、まあ、例えば皆さんが自分自身で今コーチコンサルタントとか自分でサービスを持ってるデザイナーをしているいろんな方がいると思うんだけども、一日の中で例えば僕だったら、まあ、SNS 集客の専門家なわけですけども、じゃあ北野さんっていうのを僕のことを一日に30分でもその人は考えてくれてるという人がいたら、まあ、ゆくゆくね、今自分のクライアントさんでなかったとしても、あ、ちょっと集客で聞きたいことがあったから北野さんに相談してみようかなっていう形で、第一想起されるわけなんですね。もう SNS といえば北野さんみたいな。で、例えばこの業界で言えばですね、潜在といえばボールドみたいなね。まあ、あそこまでの、いわゆるその大企業並みのね、例えば電化繊維といえばソニーみたいなとかね、〇〇といえば〇〇ですよね。お仏壇といえば長谷川とかも、それぐらいのビッグな認知を取るっていうのは、まあ、もちろん個人でやるっていうのは結構やっぱり難しいわけですよ。ね、難しいですよね。だけども、それを一個人あたりの、中でのその、マインドの中のいわゆる脳内でどれだけ自分のことをですね、思い返してくれてる時間が長いのか、そのマインドシェアをしっかりと奪っていくことができれば、その人にとっては、あ、SNS といえば北野さん、SNS といえば株式会社 SYK とか、あ、デザインだったら〇〇さんをお願いしようかなとか、コーチングだったら〇〇さんだよねっていう形で、あなたのところに相談に行く。だから、いわゆるその、ね、商品を買ってもらうためには、まあ、そのマーケティングって配価率っていう考え方があるんですけども、まあ、言葉を覚えなくていいんですけどね、もう〇〇って言えば〇〇っていうふうに、自分をまず第一想起してもらうっていうことが、売り上げ上げていくためには重要ですということですよね。で、まあ、皆さんもですね、いろんな業種の方いらっしゃると思うんだけども、ライバルじゃなくて、うちのところでやっぱ買ってもらわないといけないわけですよ。ってなった時に、その自分自身に、のことについてどれだけ考えてもらえるかすごい重要です。で、その今日具体策っていうのを3つね、ちょっと用意したので、これについて今日話していきたいと思います。で、マインドシェアっていうのはね、さっきも言った通りめちゃめちゃ重要なわけなんですけども、まず1個目の施策としてはですね、できることとしてはやっぱインスタグラムですね。インスタグラム。で、このインスタグラムでどうやってね、マインドシェアを取るのかっていうと、やっぱインスタで売り上げ上がってるところとか、使い方うまいところっていうのは、やっぱストーリーをめちゃめちゃ活用してるわけですよ。まあ僕もいつもね、ストーリーっていうのは、まあ、その残音効果もあるし、毎日ね、お客さんに自分っていう存在を覚えてもらうためにも、接触回数のためにも、1日3、4配信ぐらい、まあやった方がいいよと。ただ、ストーリーっていうのは24時間で消えてしまうわけなんですよ。でね、じゃあどうすればいいかっていうと、ストーリーアップしたら、ハイライトに必ず保存するみたいな。まあ、これはね、余裕ある人はやってほしいなと思ってて、まあ、僕もね、結構インスタグラムで、まあ、ハイライトみたいな形で、まあ、ですね、保存をしていってるわけなんですね。まあ、僕のインスタアカウント見ていただけると、下に丸、こういうのがいろいろあるわけですよ。マインド、日常、お金の考え方、お金の稼ぎ方、マーケティングとかね。そういったカテゴリー別に分けた、その自分のストーリーっていうのを各箇所に保存していってます。で、これをやると、24時間以降もですね、その人はまあ僕のハイライトを見れるわけですよ。で、そうなるとどうなるかっていうと、僕のハイライトを過去までどんどん遡って結構見てくれるわけですね。人っていうのは過去の投稿だったりとか、この人の過去ってどうなんだろうっていうのを、まあ、この SNS の心理的にね、もっと深掘りしたいっていう欲求があるので、そんだけハイライト、まあ、僕とかも多分400個ぐらい多分グルー系、まあ、1年ぐらいやってるんでね、上がってますけども、やっぱ見てもらえるわけですよね。で、そうなるとより僕のことに興味を持ってもらえるし、よりね、また僕がストーリーアップしたらまた見てもらいやすいということなので、まあ、結構覚えられやすいって話なんですよね。これストーリーとかハイライトで過去のストーリーいっぱいアップしよう。で、さらに言うと、まあ、これはちょっと第二の恩恵ってことで、インスタグラムっていうのはもうやっぱ滞在時率を上げるっていうのが一番重要です。まあ、YouTube も一緒ですよね。 YouTube もどんだけいい動画上げたとしても、やっぱ視聴者維持率が低いといくら高評価ボタン多くてもあんま意味ないんですよっていうのと話で、まあ、インスタもできるだけその一人のお客さんが僕のアカウントに来てくれた時にどれだけ長い時間僕のインスタに滞在してくれてるのか、これがやっぱめっちゃ重要なんですよ。だから僕とかも最近結構インスタライブちょこちょこやったりとかもしてるし、まあ、ハイライトとか絶対ね、カテゴリーに分けてアップしたりしてるんですけど、まあ、これからね、ハイライト活用していきたいって場合は、まあ、大きく分けて3つ、まあ、例えば日常系とマインド系、まあ、自分の価値観ですよね、マインド系と、あとなんかノウハウ系とか、もしくは日常マインド系実績の声とか、まあ、こんな感じでね、3つぐらいでも最初はいいのでね、まあ、そういう形で、まあ、カテゴライズして、ストーリーアップしていくと、より、まあ、自分のね、過去のストーリーまで遡って見てもらって、まあ、覚えてもらいやすいという効果が、まあ、ありますと。はい。で、2つ目っていうのは何かっていうと、価値観と教育用のブログって話なんですけど、まあ、これはね、余力があればで OK です。で、これはですね、ブログで別に集客をしろっていうわけではなくてですね、集客用のブログじゃなくて、教育用のブログです。で、
これはですね、既存の LINE アットのリストに流す用の、まあ、ブログってイメージなんだけども、まあ、僕自身のね、うちの株式会社 SYK とか、うちだった大人の企業専門学校とかも一応ブログがあるんですよ。社内ブログね。で、それで、まあ、結構その社内ブログで、かっちりね、うちもブログ作ってますけど、僕ね、裏ブログ持ってるんですよ。書いてるかっていうと、まあ、主に価値観ですよね。まあ、自分自身のマインドであったりとか価値観、まあ、人生観だったりとか、まあ、僕あんまり恋愛観も書いてなかった、まあ、書いた記憶はちょっとあるんですけど、まあ、恋愛観、まあ、なんでもいいですよ。最近買ったものとか、スクールビジネスについて思うこととか、僕なりの成功法則、学生時代のエピソードとか、まあ、過去の苦労話とか、なんか僕自身ヒーロージャーニーとかもこういうところにも書いたりしてるんですけども、いわゆる、その、ビジネスとは全く関係のない、僕個人の価値観についてだけをまとめたブログ。まあ、別にアメブロだったら無料でサクッと作れるし、別にノートとかでも全然いいと思うんですけども、まあ、そういう形で、その裏ブログみたいなのを作ると、結構ね、そこで興味を持ってもらいやすいっていうのがあったりするんですよ。あ、この人の裏面ってこんな感じなんだみたいなね。で、よりはファンにしていくっていう。まあ、これ一種マーケティングのやり方があるんですよ、実際に。うん。で、まあ、なので、まあ、余力があればね、まあ、裏ブログを作るのもありかなと思います。ただ、僕もね、やっぱりそこまでやっぱり暇じゃないので、この裏ブログに関してはですね、めったに更新しないですね。もうたまにしか更新しません。どれぐらいの頻度かっていうと、まあ、1ヶ月に1更新するかしないかぐらいです。まあ、2ヶ月に1更新ぐらいの割合ですね。はい、しか更新しませんので、まあ、イメージとしてはこういうのって、まあ、LINE の配信流すときはもう月に1回とかでいいんですよ、全然。1回だけビジネスと全く関係ないこういう価値観の記事とかを流すと、なんかめっちゃやっぱ見てもらえたりとか、あ、この人意外と面白い人だって言って、まあ、もともと LINE のね、読者さんで、まあ、ただ LINE 登録してるだけの人っているじゃないですか。もうそもそもメルマガとか LINE 読んでない人であったとしても、ちょっと北野さんの裏ブログを切り皮切りにして、あ、ちょっとこの人面白いなと思って日々の YouTube もちょっと見てみようかなっていう形で、いわゆる死んだリストっていうと言い方あれですけど、まあ、いわゆるもう枯渇している死んでいる読者リストを生き返らせることができるんですよ。まあ、これをやることによって、まあ、っていう、まあ、効果もあったりしますと。で、あとは単純に、まあ、僕自身の、過去の、価値観だったりとか、どういう人生を送ってきたのかっていうのを読んでもらうことによって、より僕自身に興味を持ってもらって、やっぱり覚えてもらいやすい。できるだけ記憶に残していくというね。まあ、こういったやり方もありますということですね。はい。で、三つ目はですね、シザクソンさん、まあ、LINE アットの配信で積極的にアクションを取らせるっていう、まあ、やり方ですね。で、これもやっぱマインドシェアを取るときにすごい重要で、まあ、マインドシェアっていうのはいわゆるですね、まあ、お客さんがあなた自身のことを思い返したりとか、あなたのことを考える時間を長くする必要があるわけですよ。ってなった時に大事なのが、やっぱコストをかけさせるってすごい大事なんですよね。で、どうアクションを取らせるのかっていうと、まあ、例えば一例ですけども、まあ、アンケートとかですね、わかりやすい。僕もたまにまあ、月1時ぐらいでやりますけども、まあ、今ちょっといいみたいな。みんなに聞きたいことあってアンケートをちょっと答えてほしいんだけど、今一番知りたいこと教えてほしいと。ね。1、2、3。まあ、番号で答えてくれたらそれを元にね、ちょっと明日ライブするねとかでもいいし、別にちょっとプレゼント用ですね、楽しみにしてくださいね。で、ちょっとま、企画的なね、こういうちょっと企画要素を、つけてあげると、まあ、ちょっといつもと違った配信でね、あ、ちょっとこの人面白いじゃんみたいな。とか、まあ、興味を持ってもらえたりとかね。うん。あとやっぱアンケートで、ま、番号を向こうか送らせるとか、あとはね、そういえば、3週間で、1日30分の作業でインスタで、3週間で、1398フォロワー集めた方って興味あります？知りたい人にだけこっそりプレゼント送る動画を送るんで、知りたいってメッセージください。まあ、要はメッセージくれた人にしかプレゼント渡さないよって言ってるわけですね。でもこれをやることによって本当に欲しい人ってメッセージ送ってくれるわけですよ。で、最終的には LINE からやっぱ問い合わせとか個別相談につなげていくためには、向こうからメッセージを送らせるっていうハードルを乗り越えてきてもらわないといけないから、そのためにも積極的にこの日頃からのこういうアクションを取らせるっていう癖をつけていかないといけないんですよね。あとはたまにこれやるといいんですけども、もうこれだけしか送らないみたいな。もう LINE の配信でも、今なんかお困りのことありませんかみたいな。今なんかちょっと、もしお困りのことがあれば、ちょっと教えていただけないでしょうか。で、もう疑問系で終わるみたいなね。とか。っていうのをやると、まあ結構返信来たりしますね。うん。で、まあ、返信来たら、まあ、ちょっと相談乗って、あ、じゃあちょっと個別相談しましょうかっていう形でね、クロージングにつなげていくっていうやり方もちろんできますし、まあ、そこまでいかなかったとしても、まあ、こういうメッセージをね、ちょこちょこ送ってくることによって、なんとなく北野さんの LINE ね、登録してはいたけど、ちょっと最近なんか配信すごいなんか引っかかるな、みたいなね。ちょっと北野さんの LINE もうちょっと読んでみようかな。あ、ちょっと返信してみようかな、みたいなね。うん。っていう形で、ちょっとずついわゆる、ちょっとずつね、こっちに興味を持たせていくっていうことが、ま、すごい重要になるわけですよ。重要な。大事なのは、やっぱ気になる興味、気になる興味あるなっていう、そのいわゆる興味付けのフックを、作っていきながら、できるだけ自分の媒体をブログでも僕の記事を読ませて、動画でも見てもらって、まあ、YouTube やってる人はでいいですよ。YouTube やってる人は動画でも見てもらって、インスタのストーリーも見てもらって、
ツイッターやってるんだったらツイッター見てもらってっていう風にいろんな媒体で僕自身のいろんな側面を文字なり音声なり動画で触れてもらった方がそれやっぱ早くファンになるわけですよっていうことなんですね。まあこれがいわゆるお客様の頭の中で、まあ時間占有率を獲得していく、いわゆるマインドシェアを取っていくってまあ考え方になりますので、まあ、ぜひね、この観点をですね、今のうちから持っておきながらね、これからの堀端先生ですね、講義もぜひ受けていただければという風に思います。